美味しいご飯を作れば可愛いあの子も美味しいねってとびきりの笑顔を見せてくれるよ。皆さんこんにちは、アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回もという言い方が正しいのかどうかわからないですけれども、まあ、今回もですね、スティックチーズケーキとかお菓子を作っていこうかなと思います。またこんなね、僕もエプロンとか着たままなんですけれども、まあ、ぜひチャレンジをしてみていただきたいなと。去年もそのベイクドチーズケーキのレシピをアップしたんですけれども、今回のスティックチーズケーキはかなり内容がシンプルという感じです。去年のベイクドチーズケーキは美味しいんだけれども、結構いろんなクリーム作ったり、メレンゲ作ったりとかしなきゃいけなかったりとかして、まあ、とにかく手間がかかると。時間もかかるし、何気にお金もかかるし。まあ、それに比べたら全然ね、今回のスティックチーズケーキはもうすごい手っ取り早く簡単に作ることができるので、ぜひチャレンジしてみていただければなという感じでしょうか。とりあえず、まあ、3月の竹沢家もいい感じで寒くて参ってしまいます。ダウンが欠かせないぜ。そんな感じで動画をスタートしてみましょう。レッツスタート。ダチコーン。これの材料の確認でございます。砂糖、生クリーム、そしてクリームチーズ。このタッパーの中は薄力粉です。で、卵が今回3個と何かしらのジャム、そしてマーガリンもしくはバター。本当はバターの方がいいんですけどね。マーガリンでも OK です。で、調理器具もまあ普通のもので。ザルとボールと、キシャムチとゴムベラと泡立て器みたいな感じで、まあ、いつも通りっていう感じです。で、去年のベイクドチーズケーキと同じような感じで、とりあえずタルト生地を作っていきます。もう分量はほぼ一緒。違うか。分量はちょっとね、変わってるんですけれども、配合はもう全く一緒です。そんなに生地がたくさん必要ないので、ちょっと少なめにしてあるって感じですかね。一応全体の 60% くらいの割合で、今回のレシピを書いております。こんな感じで、まあ、その電子ばかりの上にボールをドンと置いて、バターもしくはマーガリンを 45g 測ると。で、このままだと、その硬くてちょっと使いにくいので、電子レンジにそのまま入れて、10秒ほど温めておきましょう。そうすると柔らかくなって扱いやすいかなと思います。で、その際にちょっと注意点なんですけれども、電子レンジで使っちゃいけないボールってたまにあるんですよ。その金属製のものだったりとか、ホーロー製のものだったりとか。何かしらのこのプラスチックとか樹脂のものだったら大丈夫なんですけれども、そういったものをね、電子レンジで使うとちょっとこう危ないことになったりしかねないので、ならないとは思うんですけれども、しかねないので気をつけましょう。で、バターを 45g 入れたら、とりあえず砂糖を、30g 入れるみたいです。そしたら、こう、くしゃむしね、ちょっとこう、柔らかくなってるかなと、確認をしておきましょう。この時に、その、まだね、マーガリンが硬かったら、もう10秒ぐらい、ちょっと温めておくと、良いかなと思います。この後に、卵黄を入れるんですけれども、卵黄を入れた後に、その、レンジでチンしちゃうと、卵の方に火取っちゃうので、そうすると、なんかこう、ね、卵焼きになっちゃうじゃないですか。それは、避けたいです。卵を入れる前に、一応、こう、硬さをね、ちょっと確認しておくと良いかなという感じでしょうか。で、バター、砂糖、卵、卵黄ですね。この3つを入れたら、まあ、軽く、パパパパパパッと混ぜていきます。それぞれのこの素材がある程度馴染んで、ちょっとこうね、黄色いというか、オレンジからなんか黄色に行くというか、ちょっと白っぽくなれば全然 OK です。もう、ある程度混ざれば。OK! で、その次は、薄力粉を、使っていきます。薄力粉。なぜか知らないですけども、この僕が今回使っている薄力粉、これ一袋980円とかする、なんかすげえいい薄力粉なんですよ。普通にこうね、スーパーで売ってる、なんていうの、フラワーとか、なんかバイオレットみたいな、なんかああいう小麦粉は200円とかで売ってるじゃないですか。で、これ1000円したんですよ。で、その1000円の薄力粉を使って何が変わったかって聞かれると、よくわからねえっていう、このね、なんともこの話のネタにしにくい感じ。ちょっと僕の使い方が悪いんですがね、この良い薄力粉の違いがわからない今日この頃でございます。まあ、その話はどうでもよくて、薄力粉は120ですね。今入りました。で、この時にボウルに入れて、まあ、混ぜていくんですけれども、あんまりこう、こねくり回さない方がいいかなっていう感じですね。できるだけこんな感じで、なんかこう、さっくり切るような感じで混ぜていくと良いかなと思います。
で、その時に、その、卵、砂糖、バターが混ざったものと薄力粉。これがね、こう、仲良くなるように混ぜるといいますか。できるだけその白いところがなくなるように、こう、切って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 っていう感じで混ぜてみてください。で、僕は途中で、あ、そうだと思って、ちょっとスパイスを入れてみました。ジンジャーパウダー、シナモン、そして、カルダモンのこの3つですね。前にクッキー作ったときに使ったようなスパイスなんですけれども、もし、ご自宅の冷蔵庫の中にこの辺のスパイスがあったならば、ちょっと入れてみても面白いかなと思います。別に入れなくても全然大丈夫です。ジンジャーパウダーとシナモンとカルダモン。この辺結構おすすめですね。まあ、ものによっては、なんかこう、ね、もうちょっとこう違うスパイス入れてもいいのかもしれませんが、僕の手持ちのネタとしてはこんな感じです。で、ダダダダとこう切り混ぜてきて、その白っぽいところはだいぶなくなってきて、かなりまとまり感みたいなのが出てきたら、もう OK、OK という感じです。もう普通にこう、しゃもじじゃなくて手でやれば、もう生地がまとまってくれるので、まあ、適当にギュ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 ッと押しつぶすね、押しつぶすかのような感じで、まあ、ボール状にしてください。まあ、普通にこうね、こねるというか、押し付けるというか、ちょっと握れば、もうすぐにまとまってくれるので、まあ、この辺は全然問題ないかなと思います。で、この生地をラップに入れて、まあ、冷蔵庫で寝かせるわけなんですけれども、本当は、ちょっと欲を言うと、2時間、3時間とか、もっと言えば一晩とか寝かせてあげると、本当はいいです。本当はいいです。けど、僕はちょっとちゃちゃっとやってしまいます。この、美味しくなれっていうね、願いを込めてね。結構これ大事なポイントかもしれません。美味しくなれっていう願いを込める。まあ、そんな話はどうでもいいか。まあ、そんな感じでタルト生地が出来上がりましたので、次は生地を作っていきます。これがまたシンプルでね、なんか画面の中の僕はすっげーテンション上がってますけれども、砂糖、クリームチーズ、卵をボウルの中にイントゥーするじゃないですか。入れるじゃないですか。で、その後に薄力粉を入れて生クリームを入れればもう OK って感じなんですよ。なんとシンプルな。で、最近このフィラデルフィアのね、クリームチーズがなんかこう、なんかプラスチック容器なんかこうパッケージに入るようになったのですね。これ僕の中ですごくいただけないんですよね。なんか前はこのアルミホイルだけのすごい簡易包装だったんですけども、あれがなくなってしまったんですかね。最近スーパーで全然見かけなくて、あれがなくなってしまったのがすごく悲しい感じです。僕がクリームチーズを使うときは、大体こういうお菓子作りに使うときが多いので、まあ、買ったらそのままバーンって入れちゃうんですよ。だからこういう容器に入ってても、なんかこうね、すごいもったいないというか、なんか、っていう感じでね、悲しくなります。で、まあ、クリームチーズはそのままだと硬くてまた使いにくいので、電子レンジで、クリームチーズの場合は20秒ぐらい。温めると良いかなと思います。結構ね、物が大きいですからね。20秒、30秒ぐらい、温めておきましょう。そうするとクリームチーズが柔らかくて練りやすくなるかと思います。で、電子レンジで温めたら、卵2つを入れてください。で、この後に砂糖を入れるのかな？うん。そうですね。また砂糖ですね。こんな感じで電子ばかりの上に乗せて、砂糖が 70g という感じですね。クリームチーズは 200g って分量で書いてますけれども、もし買ったクリームチーズのその容量が 190g だったらそれはそれでいいですし、まあ、220g とか、まあそんな中途半端なやつはないと思うんですけども、220とかでもいいです。20g ぐらいのプラスマイナスの加減は何も気にしなくて OK です。さすがに250とかはちょっと多すぎかなと思いますけれども、まあ、200ぐらいっていう感じで、考えておいていただけると嬉しいです。で、それぞれ砂糖も入れて、まあ、木べらで、こうね、これはゴムべらか。ゴムべらで、こう、サクサクサクっと、クリームチーズの大きい部分を切る。で、ある程度細かくなってきたら、こんな感じで泡立て器で、滑らかにしていきましょう。そうすると、もうね、動画で見ていただいてわかる通り、かなり、なんか滑らかになるというか、クリームっぽくなるのがわかるかと思います。で、その次は薄力粉をちょっとだけ入れます。1kg980円の薄力粉はちょっとだけ入ります。分量としては 30g。ちょっとだけって感じですね。お、1000円の 30g。1kg30円ってことですかね。30円。今、電子ばかりの上に乗りました。で、残りのものはタッパーに入れられて、30円が今、ボウルの中に入りました。30円です。
そのね、何言ってんだかな、とかいっか。まあ、そんな感じで、またそのボウルの中に入ったら、軽くこう混ぜていくような感じでしょうか。そんなにがっつり混ぜなくても大丈夫です。ある程度、その粉っぽさというか、そういうのがなくなれば OK。で、最終的にまあ生クリームを入れていくんですけれども、生クリームは普通に植物性の安いやつで良いかと思います。生クリームってその植物性と動物性というのがあるんですけれども、結構用途によって使い分けた方がいいんですよ。今回のこういうクリームチーズみたいな場合は、どっちかというと、こう濃厚、こってりというよりかは、割とあっさりとか、なんか香り豊かとか、なんかそういった方向に仕上げた方がうまくいく場合が多いと、僕は思うので、まあ、普通に植物性でも良いかなと思います。動物性もチャレンジしてみたい、チャレンジしてみたいということでしたら、それはそれでもいいと思います。で、まあ、生クリームを入れたら泡立て器でよくかく乾すると。よく混ぜる、合わせる。で、これで生地が完成。すんげえ簡単じゃないですか。で、レモンとかあったら、なお最高って感じですね。これはまあ分量がいいってことで、よろしくお願いします。で、とりあえずレモンがあったんで、ぎゅっと入れておきました。私、最近、1日1回、人参、リンゴ、レモンをね、13でバインってやって、人参ジュース飲んでるんですけども、それのおかげで、まあ、レモンがたくさんあるということで、とりあえずレモンを使ってみたそうな。で、この時点で結構ね、そのいい匂いがするんですよね。なんかこう、クリームチーズとか、こう、卵とかのね、甘い良い香りみたいな、あ、この生地絶対うまいわって、作ってる時にきっと思うかと思います。で、その次に、タルト生地作って、普通のそのクリーム生地作って、その次に型を作っていきます。ここが一番めんどくさいです、今回の中で。普通にその平べったい型を持っていらっしゃればいいんですけれども、まあ持ってない方も結構多いかと思いますので、クッキングシートでその型を作っていくことになります。目安として450平方センチメートル。平方センチメートルですね。2乗のやつです。450平方センチメートルになるように、その大きさを調整してみてください。僕の場合のこの天板は、その奥行きが25センチあったので、まあ、450÷25 ということで18センチ、横に18センチの目安で型を作っております。もし皆さんの、その天板の奥行きが20センチだったら、450から20を割って、だいたい23センチ、22.5センチという感じで計算をしていただくと、ちょうど良くなるかなと思います。丸型のものでも、まあ、できると思うんですけれども、その場合どう計算をしたらいいのかは、ちょっと Google 先生に聞かないとわからないです。240? どうすればいいんだ ?240?なんか、ま、丸があって、まあ、よくわかんないですけども、まあ、計算をしてくださいということです。450平方センチメートルが目安です。で、この型を作ってね、その端っこ端っこ、あのホチキスでパチンパチンで止めておくと、崩れなくて良いかなと思います。タルト生地を敷いて、そのクリーム生地を流すじゃないですか。で、その時に結構生地自体が柔らかいので、あんまりこの待ちっていうんですかね。待ちじゃないか。壁?高さ?これが低いと溢れますので、できれば3センチくらいのこの高さがあるといいですね。そのそれぞれの高さですか。それ以下になってしまったらちょっとめんどくさいですけども、やり直しって感じで。その、生地流しているときにね、普通にこの型から生地が流れ出すと、それまた悲惨なことになりますので、それだけは下げていただけると、すごく嬉しいなと思います。さすがにね、こう、天板の方に生地が流れたらもう、これね、ちょ再利用できないですからね、ちょっと悲しい気持ちになっちゃうじゃないですか、そんな失敗したら。まあ、そんな感じで気をつけてください。あ、なんかすげえ進んでんな。タルト生地を敷きました。敷いてましたね。なんか普通にこの型の上にこうタルト生地をこう、ね、ポロ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 っ と,、パラつかせて、あとは指でこう、ね、一生懸命わしょいわしょいとやってあげると良いかなという感じです。で、その横にこの僕今お皿を、なんか忙しいですね、今回。余計な話しすぎなのかな。なんでだろう。あ、まあいいや。やべやべやべ。その今お皿置いてるじゃないですか。これなんで置いてるかっていうと、その壁にしたいんですよ。
この生地を流して、あのお皿がないと普通にこのね、天板の方にこう、ダラララララッといって、こうね、飛散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 っていう感じになってしまうので、それを防ぐために、ああいう長いお皿を置いているような感じです。ちょっとお手持ちのお皿を探してみてみて、ああいう壁になるようなお皿がないか、ちょっとチェックをしてみていただけると良いかなと思います。それがないということでしたら、ちょっとダイソーへ GO となるような感じですかね。型があれば本当は一番いいんですけどね。あの型って持ってる人は少ないと思うんですよね。うん。僕もちょっとさすがに持ってないなっていう感じで、今回クッキングシートで代用している感じです。おっとっとっと、そこで180度で35分焼いてください。35分。そうするとこんな感じになります。で、とりあえず粗熱を取るために放置します。そうするとすごい絞ります。なんかすごい一瞬で、なんか景色が変わってますけども、そこそこ時間経ってます。35分焼いて、で、こう置いておくじゃないですか。生地がすごく柔らかいんで、もう触らない方がいいです。もう焼き上がったら、とりあえず30分くらい放置。1時間くらい放置した方がいいかもしれないです。で、普通にこう触れるぐらい、粗熱が取れたら、こういう感じで、なんかこうラップの上にこうね、なんか、よいしょってやってあげます。で、この時もあったかいとすごい生地が崩れやすいので、もうまるで、半分寝てる赤ん坊をベッドに運ぶ時のような気持ちでやっていただけると良いかなと思います。まあ、ちょっと僕はその半分寝かけてる赤ん坊をベッドに運んだことがないので、このね、例えが正しいのかどうかはわからないんですけど、まあ、そんな気持ちということです。赤子は泣き止まぬように、泣き止まぬよう、なんかいろいろ違うな。落ち着け俺、なんだっけ。まあ、そんな感じです。その丁寧にラップにくるんで、冷蔵庫の中に入れて、1時間、2時間、放置するといい感じです。で、これが今は、まあ、冷えた生地なんですけれども、しっかり冷えると、生地が、こうね、しっかりしてくるといいますか、そんなに柔らかくなくなってくるので、扱いやすいかと思います。でも、粗熱が取れない段階では、取り扱い注意。フラジールってやつですね。取り扱い注意って感じです。割れ物注意みたいな。で、とりあえず真ん中に今、1本ラインを引きました。で、ここから、とりあえず半分にサクッと切っていきます。下のタルト生地が本当ね、またこの崩れやすいというか、脆いので、できるだけこの包丁の先っぽの方から、ちょっとずつこう落としてあげるような感じで、丁寧に切ってあげると良いかなと思います。で、半分に切ったら、あとこの幅はもうお好きなように切ってください。僕は1センチちょっとぐらいずつ切ってますけれども、本当この幅はお好みです。で、あとはもうわかるかと思うんですけども、ジャムを塗って完成って感じですね。ブルーベリージャムとアンズジャムを僕はハーフ&ハーフにしてみましたが、この辺はお好みのジャムを使ってみてくださいませ。僕はアンズ、アプリコットが超おすすめです。食べてんじゃねえよって話ですね。で、これでもうチーズケーキ自体そのものはもう完成です。普通に、その、どなたかが、その、なんていうんですかね、お客さんといいますか、その、食べてくれる方が、もう自宅にいらっしゃってくれれば、まあ、その場でもうね、なんかお皿に盛ったりとか、生クリーム添えたりとかして、ホイップクリームとかを添えたりとかしてね、出してあげればもう全然バッチリ。で、もう今回は僕は、その、ホワイトデーの、このプレゼント用なので、個別包装していきます。で、このラッピングに関しては本当アイデア次第だと思うんですよ。今回僕はおまけっぽくご紹介させていただくのは僕なりのやり方って感じなので、もし皆さんの方で何かいい方法が思いつけば、そちらの方を試してみていただけると面白いかなと思います。とりあえず僕の方法としては、ラップを普通に使います。サランラップ。で、オーブンシートをこんな感じで、その細く切っておいて、このオープナー、この開け口っていうんですかね、それをこう用意してあげるような感じで作っていきます。ちょっと短めにサランラップを敷いて、オープナー、クッキングシートを敷いて、で、その上にこのケーキを乗せて、で、ここからこうラップを包んであげるようにすると、なんとなくイメージできますでしょうか。そうすると、そのね、もらった人がどこから開けるのかが分かりやすくて良いかなと思って、僕はこんな包装の仕方をしているんですけれども、いかがでしょうか。ちょっとめんどくさいんですけれども、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。で、何回も何回も、3回、4回、5回ぐらいやれば、
慣れてくると思うので、ちょっと頑張ってやってみてください。で、僕はこれね、チーズケーキ2枚あるので、この2枚分ひたすらこう梱包していくんですけども、ちょっとヒントが見れると思います。この後に僕が実際作業しているところが出てくるんですが、早く早く。その動きを見ていただければ、あ、こういう感じでやるのねと、これ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 。引いて、置いて、置いて、巻いて、OK。引いて、巻いて、巻いて、OK。こんな感じで、ひたすらやっていきます。まあ、この作業がね、すごい時間かかって、なんか僕のこの気持ちとしては、本当ね、途中で何やってんだろうな、俺と、すごく思ったんですけれども。まあね、これもまた生徒さんに配るようなので、生徒さんが喜んでくれればいいかなと思って。まあ、こんな感じで頑張っておりました。なんかついつい思わず、なんか iPhone で写メ撮って、なんかできたみたいな感じでツイートをしてしまったんですけれども、まあ、そらツイートもしたくなりますわって感じですね。まあ、そんな感じで動画の方が終わりました。いかがでしたでしょうか。ちょっとラッピングのところでなんかね、いろいろ細かいこと言ってしまったりとか、途中で僕が雑談してなんか慌ててしまったりとか、いろいろありましたけれども、大体のイメージはつかめたかと思います。もう一回ちょっと簡単に、おさらいをさせていただきますね。とりあえず最初、タルト生地を作ります。バター 45g、砂糖 30g、そして卵黄1個をひたすらこうバーッと混ぜる。で、ある程度こう、ね、仲良く混ぜ合わせてきたら、小麦粉を 120g 入れて、またよく混ぜて、で、その時にお好みでカルダモン、ジンジャーパウダー、ナツメグじゃなくてシナモンとかを入れて、混ぜるとなお良い感じだよということです。で、それでひとまとまりになってきたら手で、ポン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 と、美味しくなれと愛情を込めて冷蔵庫にインする。で、その次はケーキ生地、クリーム生地を作っていきます。クリームチーズ 200g を、レンジで20秒ぐらいちょっと温めて、で、そこに砂糖と卵、砂糖 70g、卵2個を入れます。で、それでね、こうガーッと、最初はゴムベラとかで切って混ぜて、ある程度細かくなってきたら泡立て器でバーッとクリーム状にする。で、その後に小麦粉 30g 入れて、またちょっと混ぜて、生クリーム入れてちょっと混ぜて、もしご自宅にあれば、レモンとか、まあ、半分入れれば十分ですね。ちょっとそれでも多いかなと思うぐらいです。入れて、ガーッとやる。そしたらもう完成。で、その後は型を作る。450平方センチメートルって普通の生活してたらなかなか言わないですよね。平方センチメートル。多分僕、成人してから初めて言ったんじゃないかなと思うくらい、なかなか言わない言葉なんですけど、まあ、450平方センチメートル。僕の場合の天板は奥行きが25センチだったので、450÷25 をして、18センチ !18 センチメートルときたので、まあ、18センチの幅を揃えて、四隅をホチキスでパチンパチンと揃えて、タルト生地を敷きの、クリーム生地を流しの、180度のオーブンで35分焼きの、焼き上がったら1時間ぐらい放置しの、そしたらラップ引いて赤子のようにこのラップの上に乗せて冷蔵庫に入れの、っていう感じで、出来上がりっていう感じです。で、まあ、スティックチーズケーキって、っていう名前で、まあ、今回やってますけれども、スティック状じゃなかったら普通のチーズケーキじゃないですか。言ってみれば。なので、まあ、お好みによって形変えて普通のチーズケーキにしちゃっても良いかなと思います。一応、意図としては、まあ、スティック状にするためのレシピですけれども、普通にこうね、三角形のチーズケーキにしてもいいと思いますし、なんかね、三角形にしてお皿に乗せて、そのブルーベリーソースを柔らかくしたものとか、をなんかお皿の上にこうちょんちょん垂らすような感じにしたりとか、なんかあとミントを添えたりとか、なんかそんなことをすればもうね、立派なデザートになったりすると思うので、そういう使い方もありだと思います。そんな感じでしょうか。いやー、なんか普通にこうベラベラ喋ってると、なんか僕が結構あっという間に感じるんですけれども、結構長いですよね。24分。結構長いです。まあ、そんな感じで、今回はスティックチーズケーキの方をご紹介させていただきました。この下の概要欄から、そのプリントというか、レシピプリントみたいなのもダウンロードできるようにしてありますので、よかったら印刷をして、レッツクッキングしてみてください。それでは、ふふ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 ふ